パ、怖い顔してどうしたの？ねえ、パパ。ああ、なんでもないよ、マリエ。ついに、私の娘にも人形化の兆候が。私の言葉に答えてくれない。人形を葬る親の気持ちがやっと私たちにも分かってきた。お前、もう葬ることにしよう。